ヒューマン・ライツ・ムービー・フェスタ・イン・群馬ということで今回は飯塚歌唱監督の作品2作品をオンラインで上映をしておりましてこの時間はトークという形で飯塚監督にお話を伺ってまいりたいと思います。司会進行は私高崎コメンティー・シネマの塩匠息子が務めさせていただきますよろししくお願いします。 では改めて飯塚監督を一言いただいてもよろしいでしょうか。はい、えー、群馬県前橋市出身で、えー、現在映画監督脚本家として活動しております伊豆が加将と申します。えー、映画二作品ご覧になっていただきありがとうございます。えー、本日は短い間ですけどよろしくお願いします。はい、えっ、ー、と今回ねあの上映をさせていただいている作品というのが僕らの未来という二千十一年に。 飯塚監督が初めて人に見ていただいた作品という形になりますかね、はい、それからあの「二人の世界」という作品が2022年の1月に劇場公開をしたこちらは長編劇場デビュー作という位置づけになりますがその2作品を見ていただくんですけれどもその間に今10年間の時間があるのでま えっとトークのタイトルとしても僕らの未来から二人の世界までまあ10年間の歩みということでねちょっと映画とともに振り返っていただいてお話を伺いたいと思っていますあのまあ2011年当時その大学生の時にご自身の経験を反映させて僕らの未来を作られたと思うんですけれどもその 当時の,その日本社会における LGBTQ に対する理解とか、えっと、社会の状況というのをちょっとあの振り返ってみてみいかかがですかそうですすそうね、まあ、あの簡単に言えば現在と比べて圧倒的に、まあ、そもそも言葉自体が LGBT という言葉自体が知られてなかったですし、うん、その社会の理解的な側面でもあの今よりはずっと進んでなかったような状況ですね。うん あのまあ明確に2015年で渋谷区のパートナーシップ制度がえ始まってからえ世の中のまあ特にメディアですとかに LGBT って言葉がもう頻繁に登場するようになってえそこからやっぱり理解が急速に進んでいったような背景がありますのでえ僕らの未来につく時2011年ですのでえそれ以前なのでやはり今とは状況が大きく違うなっていうふうには感じております。 そういう時に監督が、まあ、映画でそのご自身のことも反映させて作ろうと思った大きな理由っていうのは何かかあったんですか、はい、そうですすそうね、えっと、今、まあ、申し上げた通り、うん、まり当時まだ理解っていうものが進んでなかった背景の中で2011年っていうのは私がそもそもその高校を卒業したばかりのタイミングだったんですけれども映画の中で描かれているようなことっていうのは、まあ、実際に私が中学校高校生で えー、経験したこといいうののが話ベースになっているんですね、うんえー、当時、まあえー、高校に通っていてで制服はまあ当たり前に男子制服女子制服って分かれていて、うん、ま私自身が実際に、うん、トランスジェンダーで、えーまあ、女性から男性に移行したっていうような、うん、背景を持っているんですけども、まあ、当時やっぱり女子制服を着て学校に通わなければいけない。 とというようよなことがあったりですとかやっぱりこう周りに自分らしく振る舞おうとすると、うんえー、女のくせになんでそんな男っぽい振る舞いをしてるんだとか、うんえー、今だったらこう知識がある方がある程度いらっしゃるので、うん、あこの子はそういうことなのかなっていうふうに受け入れてもらえるケースもあると思うんですけど、うん、まあ当時はまだその理解が進んでなかったの今よりも圧倒的に進んでなかったので、うんえー、やっぱりいじめがあったりとかからかいがあったりだとか。 ま、そういうことが背景にありまして、うんえー、その実体験をもとに映画を制作したっていうような、えー、形ですね。うん、になってます。あの映画を作るっていう時に、まずそこの実体験をこう題材にしよう。っていうこと,と。とまあ、選択肢としては違うものも、いろんなストーリーとか。えー あ,のあったとは思うんですがその辺りはご自身で何か一つ決めたこととかがあったんですかそうです、ね、あの特に僕らの未来に関しては、まあ、当時ものすごくやっぱり、えー、まだ10代で映画を作ろうと思った時に、うん、まず自分自身が直面している問題っていうものがすごく、うん、10代の自分にとってはすごく大きなものだったんですね。そのの問題っていうのを、まあ、社会に向けて 世間に向けてこういう問題があるよっていうことを一つ提起しなければやっぱり自分自身が生きていけないっていうような感覚がものすごくあったのでフィクションで自分自身を投影しない形というよりはやっぱり自分自身の身近に起きている問題っていうのをまず取り上げた上で知ってもらってえまあ私はやっぱり映画に興味がもともと幼少期からあったので映画っていう形で表現していきたいっていうふうにその頃から強く思っていました。 あのピア・フィルム・フェスティバルで、えー、とその年の審査員特別賞だったかと思うんですが、はい、あの好評でこうちょっと思い出されることで印象深かったこととかってありますかあそうで年ですすね当時年けども、うん、まあ今 となっては、そのセクシャルマイノリティを描く映画であったりだとかまあ、ドラマであったりとか、えー、セクシャル、マイノリティの人物が登場する、えー、映像の表現っていうのは、まあ当たり前にあの世の中に出てくるようになったんですけども、当時まだ少なかったんですよね。非常にすごく、あの特にえっと女性から男性に移行したっていうパターンのトランスジェンダーを描く表現っていうのは、まあ割とこうケースとして、うん、逆のパターンより少なかったんですね。うん、割とその。 男性性から女性に移行したいいうよううよな表現のものも映画は多かったんですけれども当時まだまだ少ない中で、えー、描かれたということで、えー、やっぱり何て言うんですかねその珍しさみたいなところで大変注目されたっていうところはあると思います。しかも自分自身が当事者で自分自身のことを描いているというところにおいてあの、まあ、映像の文化史的にも珍しかったですし。 まあ,あとは、えーまあ、幸いにもこの作品が、まあ、今回の機会もそうなんですけれども、えーまあ、学校社会であるとか、まあ、社会問題として、えーまあ、決して映画館ですとか映画祭だけじゃなくてこう人権的にものを考えるきっかけとして、えー、上映をしていただく機会っていうのもものすごく多くてあのそういった反響はすごくありましたね。そうですよね、はい、あの当時もそのピアフェ,ルフェスティバル自体その 若手の門と言われていて、はい、あの作品自体すごくあのこうフレッシュであのすごく才能も感じられるでプラスその自分のことをこう投影をしている作品ということであのもちろん話題にもなりましたしあの多くの方がいまだにね「僕らの未来」という作品を取り上げてくださるっていうのがあると思うので一つその話題のきっかけ作りに。 監督がおっしゃるように映画がなっていったっていうのがあるのかなというふうに思うんですがまずその日本の中ではそういう形が一つきっかけとして生まれたと思うんですけれどもこの作品とともに海外にも行かれてると思うんですが海外に行かれた時のまあ本当に国内外まあたくさんの方に見ていただいた時の,あの海外の反応とかっていうのであの思い出されるところとかっていうのは ありますか。多分日本と状況がだいぶ違うとう、ねはい、ところも行かれたと思うので、はい。えっとまあ特に私が行ったのはカナダのバンクーバーっていうま町だったんですけども、うん、えー、まあカナダって実はまあ2003年の時点で同性婚っていうのがもう導入されてるんですね。うん、えー、まあその時にはカナダの中のごく一部の州だったんですけども、うん、2005年にはもうカナダ全土が同性婚っていうのを導入されています。え日本と比較したら。 も,うものすすごい差ですよね、えー、日本の中ではまだ同性婚というものは存在しませんのでパートナーシップ制度はありますけれども、うんえー、同性婚はないので、まあ、圧倒的に土壌が違いました、うんえー、やっぱり日本の中だと「えー、僕らの未来」っていう作品を上映した時にまだ知識として、えー、そのセクシュアルマイノリティのことを知らないっていう人もいるぐらいの状況の中で上映する。 した時とやっぱり、えー、カナダの方が圧倒的に進んでいた部分があったので、うん、作品をすごく快く受け入れてくださったっていうのは、えー、感じましたねすごく肯定的に見てくださったっていうような、うんえー、ことは感じました、うん、ある意味日本ではまだ色物というか、うんうん、少し変わった映画っていうような扱いをされる節はあったんですけども,、うん、もカナダの中では題材として、うん、映画の題材としてすごく当たり前のものとして、うんえー、受け入れてくださって。うん で、まあ、例えば上映が終わった後に実は私も当事者でとか、うんえー、私の親戚が実は女性同士で結婚しててねとか、うん、あのそういう話をこう気さくに話をしてくださって、うん、ああやっぱり日本とちょっと状況は違うなっていうことは明確に感じましたね。うんうん その海外に行かれていろんなその状況をまあ諸外国いろんなところの状況も監督ご自身が知識として入れられてたりっていうのもあると思うんですけどえと戻,られ戻られてというかその後もずっとあの映画を撮り続けていらっしゃいますであのこのデビュー作劇場デビュー作の2人の世界の間にも何本か自主制作で映画を撮られているんですけれどもやっぱり一貫してその監督の中でテーマ こういうものを描きたいんだっていうのがあると思うんですけれどもその辺りをちょっとお聞かせいただいてもいいですか、うん、大事にしていいること,というポイントで、はい、そ,そうですねまあ,あの僕らの未来の時から、ま、ずっと変わらないなとは思うんですけども、うん、あのやっぱり目の前でこう解決していかなければいけない問題っていうのが常にあり続けるなというふうに感じておりまして、うんまあ、それはセクシャルマイノリティのことだけではなくて。 えー、たくさんの問題があるなと日常の中で生きていて感じていて、うんえー、やっぱり、えー、フィクションですごく自分の遠い世界のことというよりは、うん、自分の目の前にある課題をいかにこうフィクションとして表現してフィクションとして表現すごく個人的なテーマをちゃんとフィクションとして物語として、えーまあ、皆さんが見やすい形に落とし込んであげて、えー、それを社会に向けて発信する。 これって、まあ、ある意味映画の役割だというふうに思っていまして、うん、あのそのままただ問題を事実として取ればまあドキュメンタリーとか、うん、あのまた別のメディアの手段になってくると思うんですけど、うん、そこで一つ、えー、ちょっとしたこうフィクションの物語に落とし込むっていうことをしてあげるだけで、うん、えたくさんの人に届けられる表現になるっていうふうに感じているので、うん、えその事実からフィクションの変換みたいなところが私の役割なのかなと思って、うん、え映画制作の時にはいつも心がけていますね。うん なるほどあのその変換っていう言葉が出たんですけれどもあの監督が、ね、これまで作品を作られていく中でこう影響を受けた作品とか監督とかっていうのはいいらっしゃいますかそうですね難しい質問が <laughs> <laughs> そうですね影響を受けた、えっと、本当に幼少期に遡ると私がその映画監督になろうと思ったきっかけっていうのが、うんまあ、実は実写,あの実写の映画じゃないんですけれども。うんうん えー、宮崎駿監督の「も、ま、の、あのけ姫」を見て、うんえー、小学校2年生の時に映画監督になろうっていうふうに、うん、あの明確に思ったんですね、うん、でその理由っていうのが「も、え、のーまあのけ姫」見てない方はちょっと分からない説明になってしまうかもしれないんですけども、うんまあ、あの映画は、えーまあ、森を守る、まあうん、さんですとか、うん、森に住む生き物たちがいてそのある意味敵というか。うん 敵として森を開拓して人間の豊かをこうあ人間の生活をこう豊かにしていこうっていう風うに森を開拓する人々っていうのがまいるんですけどもまあ、その中立に立ってまあ主人公なシタカっていう人物は共に生きる道がないのかっていうのをあの一生懸命物語の中でね探るわけですよね私その中立っていうのがすごくあのポイントだと思っていて表現者としてどちらかに偏っていると。 誰かしかかしし食べられなないいおとうう料理になってしまうんですよねでもそれを中立に立ってあの反対側にどっちの,その敵味方っていうまあ対立構造があったとしたらうん、うん、どっちの方々も食べられる料理にしてあげてうん、うん、あそっかこういうふうに考えれば相手のことも理解できるのかもしれないとかうん、うん、知ることができるのかもしれないっていうその。うんうん 思えるっていうことがこの世の中を良くしていったりとかあの問題を解決していくためにはすごく重要だと思っていてだから私はできる限りその中立にいい意味でどっちつかずって意味ではなくて中立に立ってえどう物語を表現してえどんな人でも食べられる料理にしてあげられるのかっていうことがえ大事だなと思っているので「ああの物消の姫」っていう作品はなんか私のその 作品を作る上でのスタンスを明らかにこう形づくづってくれたあのものなんじゃないかなっていうふうに思ってます。なるほど。はい、あのいくつの時にご覧になったとかと思い覚えてます。え,っと、えてま小学校2年生の時なので8歳の時に、まあ実は私が7歳の時に映画自体を公開してるんですけども、えっと8歳の時には 姉がたまたまあの友人から vhs の当時はビデオテープを借りて。来てくれて、それをお家で見たっていうのが、初めて見た時でしたね。はい、それから十年、十数年経って、その僕らの未来を。そうですね。作るわけですね。すねはい、これ、あの。 学生の時、みんなでそうでで、ねはい、手作りで作りった映画ですよね僕らの未来に関しては、えっと、私が大学1年生の頃ですね、うん、当時18歳から19歳になる頃だったんですけれども、えーまあ、私は大学でその映像のことを専門に勉強できるような、うん、学科に進学していたんですけどもあの当時まだ1年生って実習がないんですよね。うん、座学ばっかりで、うんあの 座学で映像を実際に作るっていう授業がなかったんですけどもやっぱり当時その、まあ、高校卒業したての頃に自分自身がその中学校高校の学生生活で感じてきた違和感だったりだとか、うん、え障害っていうものがあのすごく心の中で、えー、とつ,もつもりに積もっていたような時期だったので、うん、え早くこれを映像の表現として吐き出してしまいたいっていうようなあのものすごく衝動があったものですから。うん えー、まだ自習でそういった実践のものはなかったんですけども友人たちと、えー、同じ学科の友人たちと一緒になって、うん、私がシナリオを書いて、うんえー、自制制作作いう形形ででしたすね、はい、でそこからまた、えー、と10年の間に、まあ、何本か映画は作られてますけれども、はい、その後劇場デビュー作となった「2人の世界」えーとまあ、10年の間にこう思い出されて。 そうです、ね、そのすぐ10年後にパッと作ったわけではないと思うのでその間その日本の社会がいろいろ変わっていく中で題材にこれを投影をしていこうとかその監督の中でいろいろ考えられてきた時間っていうのがあると思うんですけれども。 僕らの未来から2人の世界までの10年間をなんとなくダイジェストに考えたときに <laughs>、はい、ご自身もやっぱり10年年を取られてるわけじゃないですか、はい、いろいろその感じられること状況が変わるということとご自身が感じ方が変わってくるということがあったと思うんですがそ、うんうん、そのあたりはいかがですか、はい、そうですすうねあのこの10年間の歩みっていうのは、まあ、社会的に見ても、まあ、私の本当に個人の参加活動としても大きな変換期 であったなということは思います。まあ社会的に言うと、えー、まあ冒頭でもお話しした通り、まあ2015年に渋谷区でパートナーシップ制度っていうの始まってるんですよね。はい、これを機にやっぱり、えー、世の中に LGBTQ っていうまあ言葉自体がものすごく、えー、一気に広がっていきましたね。でその過程で、えー、やっぱりちゃんと知識を持っている方が増えたりですとか。 あの理解されていった側面っていうのがすごくあるんですよね、うん、やっぱり2011年に僕らをの未来を作った、えー、作ってからそこからの10年っていうのはものすごく、うん、あの性的少数,少数者の、うん、えと当事者としてはやっぱり生きているその肌感というかは大きく変わったなというふうに感じます、まあ、社会的に見ても個人的に見てもそこは大きく変わっていった10年間だなというふうに思います あとは本当に個人的なことで言うと、えーまあ、ちょうど僕らの未来を作ってから大学を卒業して、えーまあ、社会に出てそこからまあ、えー、78年か、えー、映画の業界の中で生きてきたんですけれどもやっぱりその映画の業界に入りたての頃っていうのはまだまだそのセクシャルマイノリティに対して理解のある、まあ、業界人も、えー、理解がなかった。 当時はまだまだないような状況がありまして、えー、そこから徐々に社会の変容とともに、えー、セクシャルマイノリティを描くことに対しても、うん、やっぱり業界の中でも理解が進んでいったっていう側面がありまして、うんうん、やっぱり業界のはに入りたての頃は、えー、じゃあ例えばこういうセクシャルマイノリティの人物が登場する映画を作りたいと言っても、うんえー、はっきりとあのこういう映画はもう お客さん入らないからとか理解してもらえないからっていうことをはっきりとあの言われてしまう面がすごくあったんですよねあったんですけれどもやっぱりえ私が業界の中で2年3年と過ごす中でその中でえ興味を持ってくださる方その題材としてセクシャルマイノリティを描くことに対してえ興味を持ってくださる方っていうのはどん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 増えていったっていうようなえそういった変化もありました。 そのえっと2015年のパートナーシップ制度の導入っていうのも一つ大きいと思いますしそれからやっぱりそのまああのオリンピックがありオリンピック・パラリンピックがあるというところでその多様性を日本社会がどう受け入れていくのかというかあの受け入れていこうというそのすごくこう全面的にそれをみんなで広めていこうという。 まあ、気風というか、すごく強くなったんじゃないかなという印象があるんですけれども、そこに関してはいかが。どんなふうにお考えです。えっと、そうですね。あの、おっしゃる通り、まあ、オリンピックに向けて、まあ、ものすごくダイバーシティ。 目指していきましょう。っていうような取り組みは増えましたよね。うん、その中でいい影響っていうのはもちろんたくさんあると思います。うんうん、えっとその上でまあオリンピックを終わって、うん、今現在の私がまあ感じているところ、うん、実際に社会の中で起きていることっていうのを、えー、お話ししますと。と、うん、もちろん理解が促進されていって。まあ、いろんな人のね。生き方であったりだとかえー、境遇をまあ理解していこうっていう側面と。うん それに対して逆に反対する声まあ、ある意味、揺り返しみたいなものも起きているなというものは感じるんですね、うんうん、例えばえまあ、同性婚のことに関してもそうなんですけれどもまあ、日本今まだ同性婚ってものはないんですよね。うん、ないっていう中で同性えっ、ー、と同性を好きになる人。でもどんなセクシャリティの人でもまあ、結婚という権利。 は持つべきだという主張に対して、その逆、うんえー、どうして性,性的少数者だけ、少数者だけ、うんえー、そうやって優遇されなきゃいけないのか、うん、特別に権利を得なきゃいけないのかっていうような、えー、逆のゆり返しのような意見も、うんえー、まあ顕著に現れてきているっていうような現実もあるんですね。うんえー、まあその中で、まああの私たちは決して特別な権利を得ようという,、うん、というしているわけではなくて、みんなが平等に同じ権利を持ちたいと言ってる。うんうんうん だけけでではあると思うんすれどもそういった反対の声というものも残念ながら理解が進んでいっていく側面と逆の現象というのも起きていたりするので私はやっぱり映像というメディアの表現者だと思っているのでこれから「もののけ姫」の例出しましたけど反対している方々と進めていきたい私も進めていきたい理解を進めていきたいという立場ですけどもじゃあなんで反対が の声が起きてしまうのかとかと、うん、そういうことをきちんと考えて、うんえー、ただただ批判する、うんえー、反対するっていうことだけじゃなくて、えー、表現者として、うん、あのどうしたら、えー、ともっといい形に世の中が変わっていくかっていうことはこれから考えていきたいなっていうふうに、うんえー、思っています、はい、あの監督が作られる作品は僕らの未来からもそうなんですけれどもあの今回2人の世界をあの世に出た時に あのやっぱり評論家の方でねこう とてもここまできちんとその社会というものを見えるようにあの題材として描く若い作家が少ないというあのとてもあの評価をしていただいたと思うんですけれどもやっぱりそのご自身の中で映画を作るということを今ねその揺り返しというものが起きているっていうのもおっしゃってましたがそこも含めて映画を作るということをそれからま映画を通してあの。 他にも活動をねいろいろこう考えられてると思うんですけれどもあの今現実的にこう監督が今ご自身がされているいくつか活動があると思うんですがその辺りもちょっとお聞きしていいですか。あはいえっ、ー、とそうですねまずあのれ最初に触れていただいた社会っていうものを意識,し、うん、意識しながらその作品を作るっていうまあ面においてなんですけれども。 あの言ってくださった通りもの、まあ、すごく私が意識して作品作りをしてるポイントではあるんですけどもやっぱりその映像の表現にかかわらず、まあ、全ての人が政治的な関心であったりだとかうん、うん、私たちがこう実制作を 歩んでいく上で何が改善されればもっと生きやすくなるのかということを俯瞰してみるというような見方というのが非常に日本人で下手なんだなっていうふうに私は感じているんですねそれはやっぱりカナダに行ったりですとか今年もドイツ韓国と行ってきたんですけども当たり前に若い子が自分のスタンスを持っていて政治的にどう変わっていけば自分が生きやすくなるのかということを 一一人人人が個人が個ちゃんんと考えてて生きてるんですよねそれをやっぱり日本から外に出て、えー、ものすごく顕著に感じたのでうん、うん、私は少なからず、えー、制作者として、えー、ちゃんと社会を意識してやっぱり目指すのは良くなっていくことうん、うん、生きやすくなっていくことだというふうに思っておりますのでこれからもその部分においては意識して表現していきたいというふうに思っております。はい あの監督の次回作がまたあのその多様性とかあのいくつかの,このキーポイントとなるものが入っている作品だと思うんですけれどもこちらも少し「ご紹介いただい,ていいいいただてですかあはいえー、世界は僕らに気づかない」という作品なんですけれども、えーまあ、簡単にストーリーをお話ししますと、はいえー、主人公が、えー、とフィリピン人と、えー、日本人。 のえー、ダブルのミックスのルーツを持つ高校生でかつゲイの男の子が主人公になるんですけども、えー、彼自身が、えーまあ、異なる文化を持ったお母さん、うん、フィリピン人の、えー、フィリピンにルーツを持つお母さんと対峙をしていく中で、えー、いろんな、えー、国,の国による文化の違いであるとか、えー、そうですね違いを乗り越えて、えー、親子の絆をこう取り戻していくっていうような。 ストーリーになっているんですけども、あの群馬県非常に、えー、まあ、いろんなルーツの方いらっしゃいますよね。はいはい、あのまあ、全国的にも今いろんなルーツを持つ方増えていますけど、それはセクシャルマイノリティだけじゃなくて、えー、まあ、群馬だったらじゃあ日系ブラジル人の方たくさんいますよねとか、はいえー、まあ、技能実習生の方いますよねとか、あの特に群馬県ってそういう意味でもあの多様化してると思うんですよね。はい、いろんな国のルーツを持つ方増えてきていると思うんですけども。 あのその中で一方で、うんえー、明確にまあレイシズムというか、うん、人種差別って私は日本の中で存在しているというふうに思っているんですよね。うんえー、例えばあの世界は僕らに気づかないの、うん、映画をの取材を進めている最中に、えー、まあ日系ブラジル人の方の、えー、話をあの大田市の方に行って、はいえー、まあ伺うということが機会はたくさんあったんですけれども、うん、あの犯罪が起きると、うんえー、ブラジル人のせいにされてしまうとか。 何かか問題を起こしやすい人たちだから例えばアパートの入居を拒否されやすいっていうふうにもう勝手な認識が世の中の中に広まっていて非常に生きづらいっていうことを彼らが話していたんですねそうやって、えー、外から来た人たちっていう目線で彼らを悪者にするっていうようなあの無意識の差別っていうものがすごく存在するんだなっていうことをその取材の中で感じました、えー、そんなことを感じた。 上で今回の「の世界は僕らに気づかない」っていう作品を作るっていうような作っていったというような経緯がありましてこの作品は先ほども話したドイツであるとか韓国国外での上映っていうのを経て今年来年か来年の年始ですねに劇場公開するというような予定になっているんですけども。 これがまあ、直近の私の最新作ですね。はい、ありがとうございます。本当にあの監督には数々で、ね、作品を。あの作っていただきたいなと思いますし。あとはあの、本当積極的にいろいろワークショップとかね、こう映像表現、その表現をしていくということを。あの。 一人一人がこう自分らしく生きられるためにということが根底にあの多分あっての活動だと思うんですがその中でパワー・オブ・マイノリティという活動を最近また始められたようなんですがそちらも少しご紹介いただいていいですか、はい。はい、はいはいえー、パワーオブマイノリティという団体名で活動を始めているんですけども、はいえー、今あの映像のメディアの表現の中で、えーまあ、私だったらセクシャル・マイノリティの表現をずっと続けてきているんですけども非常に。 えー、マイノリティを扱う作品っていうのが増えてきているんですね、うん、増えてきてきいるという一方でじゃあその表現の中でじゃあきっちりそのマイノリティの姿がちゃんと描かれているのかと言われると、うん、そうではないという側面がどうしてもありまして、うんえー、どうしてもそのマジョリティ目線でのイメージ想像,の、うん、想像上で、えー、マイノリティのイメージを作り上げてしまっているというような側面がありまして。 それは非常によろしくないと思うんですね、うん、やっぱり現実というものがありますからちゃんと事実現実というものを描かなきゃいけないというふうに考えておりまして、うん、その中でマイノリティをどう描いていくかということを探究したり、うん、実際に映像制作をする中で実証していくというような活動をしているんですけれども一緒に活動していますのがろう者、んえーまあ、で、えー、ご本人もセクシュアルマイノリティである今井美香監督ですね。はい と一緒に活動をしてまして、えー、ま老文化もやっぱり同じくそうなんですね。今年コーダアイの歌という映画が、はい、あの大ヒットしたことによって、うん、これからもその老者を描く作品というのが増えていく傾向には明らかになってきています。はい、なってきているんですけども、当事者がキャスティングされないんですね。うんえー 当事者がキャスティングされないと何が起きるかというと、まあ、大きくは2つ問題があると思っているんですけれどもまずそのマイノリティが雇用される機会が失われるということと、えー、もう一つはやっぱり当事者が演じた方が自然であるリアルであるという面があると思うんですけれどもろう者じゃない聴者が演じてしまうことによってろう、えー、者きちんとろう者に見えないですとかろう者の文化をきちんと表現できないっていう問題が起きてくると思うんですけれども。 えー、そういった問題に対してじゃあ当事者をキャスティングしようよってなった時に映像の現場でマイノリティを受け入れる体制がなかったら、えー、気持ちよく活動できないですよねっていうことが起きてきたりするので現場できちんとマイノリティたちも生きやすいように現場の整備というものも同時に推し進めるというような活動内容ですね。 いろいろとその表現者としてそしてあのその10年間いろいろこう監督もご自身が成長される中で。 あの社会との結びつきというのをすごくこう考えられて。あの映画を制作し。また本当に新しい活動もね、今。されていると思いますので、あの今後もですね。ぜひ伊塚歌詞監督に皆さんご注目をいただいて。あの今井美香監督も、あの前回のヒューマンライツムービーフェスタ。で、あの取り上げさせていただいた。監督さんでいらっしゃいます。で作品も今は鋭意、あの作られているようですので、また皆さんの。あの目にかかれるような形になれば。 いいなというふうに思っております。えっ、ー、と、今日はですね、あの飯塚歌唱監督にたっぷりお話を伺いました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。